本日ご紹介するのは東京駅有楽町駅周辺にある絶品パン屋さん。世の中には数多くのパン屋があるので、パンを食べるだけなら比較的簡単だが、本当に美味しい、食べたいと思えるパン屋はとなると急に難易度が上がる。パンが美味しいのはもちろん、あわよくばいろんな種類のパンが揃っていてほしい。そして一緒にいただけるドリンクの質も重要だ。さらに私も一応女子なので、せっかくなら可愛いお店のパンを食べたい。そんなわがままな欲望を満たすべく、今回は有楽町東京駅周辺の絶品パン屋を訪れてみた。ゴディバが有楽町駅近くにベーカリーをオープン。私にはゴディバはチョコレートのイメージしかなかったが、今回オープンしたのはパン屋。私の知らないところで世の中は常に変わり続けている。私は YouTube の動画編集作業をするためにゴディバカフェに行くくらいゴディバ好きだった。なのでゴディパンオープンの記事を見た瞬間、行かねばという使命感に駆られてしまった。 Twitter 改め X で見てみると、たくさんのコメントが投稿されており、新しいパン屋の話題っぷりがうかがえる。そんなパン屋の名前はゴディバベーカリーではなく、まさかのゴディパン。このちょっとダサかわいい名前もとっても気に入った。ゴディバベーカリーという名前だと高級すぎるイメージがして、もしかするとここまで人気にならなかったかもしれない。ゴディパンはオープンしたばっかりでとっても人気店であるため、朝9時半から整理券を配布する形式。私は朝の9時くらいに到着したものの、すでに大勢の人が並んでいた。ゴディパンは東京交通会館の1階の角にある。整理券を待つ場所は外じゃないのがとってもありがたい。炎天下の中、外で30分も待っていたらあっという間に干からびてしまう。私がゲットした整理券は12時から12時半の時間帯。一番遅い時間帯だと夕方の4時くらいになるそうなので、早めに並んでおいてよかった。味の感想と紹介は動画の後半で。ゴディパンの整理券をゲットした後は朝ごはんを食べることにした。実は整理券配布の時間に遅れそうだったので、家ではあまりご飯を食べられなかったのだ。そのおかげで今はしっかりとご飯が食べられるくらいにはお腹が空いている。やってきたのはセントルザベーカリー。東京交通会館から歩いて5分くらいの距離にあり、アクセスもいい。10時少し前に到着したけど、並ぶことなくお店に入ることができた。ちなみにカフェスペースと食パンを購入する入り口は別なので注意が必要だ。私もバッチリと入り口を間違えてしまった。店内は淡い色の壁や木目調の床を基本としたシンプルなもの。注文したのはモーニングセットのジャム3種プラスバターとチーズトースト。朝食メニューにはドリンクもついてくるのでお得だ。まず最初に運ばれてきたのはモーニングセットのジャム3種プラスバター。分厚い2種類の食パンとブルーベリー、ストロベリー、マーマレードの3種類のジャムだった。ちなみにモーニングセットを注文したら、パンを自分で焼くためのトースターを自由に選ぶことができる。ふと壁際に目をやると、そこには様々な表情をしたトースターが所狭しと鎮座している。私はイギリス生まれの老舗メーカー、ラッセル・ホブスのトースターも試してみたかったが、レトロなカラー、丸いフォルムの可愛らしいトースターを選んでしまった。完全に一目惚れだ。小学生の頃は、見た目がいいだけの男の子に一目惚れをしていた。大人になって、いろいろな失敗を繰り返すうちに、人間は見た目だけではないことを私は知ってきた。ただ、今だけは一目惚れをするのを良しとしよう。ジャムは私がいつもスーパーで買っている安いものとは違う味がした。おそらく作られてからあまり時間が経っていなさそうな新鮮な味がする。美味しいジャムは甘いだけではなく、味に奥深さというか立体感を感じることを学んだ。パンが焼けたら早く食べてと言わんばかりに飛び出すポップアップトースター。私はパンが大好きだから、昔ポップアップトースターを買おうと思ったことがある。しかし未だに買ったことがない。なぜならば台所のスペースの都合で、お餅やグラタンも焼けちゃう何でも屋のオーブントースターを選んできてしまったのだ。
スライスされた食パンだけを美味しくトーストするためだけに生まれてきたポップアップトースターの力量はいかに。バターをたっぷり塗ってツヤツヤにしてからいただきます。日頃何気なく食べていたトースト、普段も美味しいと思っていたけど、トーストの美味しさを改めて感じさせてくれた気がする。チーズトースト、ハイジのおじいさんが串に刺して暖炉で炙って食べていたあのチーズのパンを思い出す。チーズを火にかざし、熱で表面が溶けてきたところをナイフでそぎ落とし、パンに落とす。誰もが憧れるチーズトースト。昔、自分でも食べてみたくて、冷蔵庫にあったとろけるチーズスライスを通常1枚のところ、思い切って3枚重ねてみたことがあったっけ。それはそれで美味しかったが、あのハイジのとろりとした重みのあるチーズからはほど遠かった。まずは豪快にかぶりついてみる。こんがり焼かれたパンの表面がザクッとしていて、なんとも楽しい食感。チーズがこんもりしてるから、こんがり焼かれているかは目視できないけど、ザクッとした歯ごたえからしっかり美味しい具合にトーストされていることを感じ取れる。本来この調子でかぶりつくのが一番美味しいのだろうけど、美味しそうなチーズを目の前にするとチーズをトロンと伸ばしてみたくなるのは私だけだろうか。チーズをトロンとしてみると、持っている指にチーズの熱さを感じる。さらにパン生地からも熱い熱気が立ち込めて、危うくやけどしそうになってしまった。パンでやけどしそうになったのは初めてだし、パンよりもチーズがこんなに余ったのも初めてだ。このチーズとても美味しい。白ワインに合いそうな味。でも本日は冷たい牛乳で。こちらはとっても有名店で、有楽町の駅に行くと必ず行列になっているお店だ。あまりに行列が長くて並ぶことを気遅れしてしまっていたが、今日は朝早かったのもあってほぼ並んでいなかった。そこでこれはチャンスとばかりに買ってみることにした。お店の中は撮影禁止とのことだったので、お店の外観と入り口からの映像を少しだけ撮影してきました。店内には美味しそうなパンがずらりと並んでいたけれど、今回はこちらの看板メニュー、白トリュフの塩パンだけを購入。自家製のトリュフバター、トリュフソルトにトリュフオイルとトリュフを贅沢に使用したとっても贅沢な塩パン。個人的な話になるが、ここ最近トリュフ風味のポテトチップスにドハマり中である。なので、いやがおうにも期待は高まる。紙袋を開けた瞬間から紛れもないトリュフの香りが、親しみやすいコロンとした見た目も可愛らしい。一口頬張るとバターやトリュフの芳醇な香りが鼻から抜けていく。脳内では幸せホルモンが止めどなく溢れる。素朴な生地の中に感じる贅沢。添加物を使用せずにできるだけシンプルに作るというお店のこだわりが、この美味しさを作っているのだと思う。東京駅改札内グランスタ東京の一角にあるおしゃれなパン屋さん。パン好きの私は東京駅に来るたびに気になっていた。私の目当ては五葉蘭のクリームパン。生地、クリームともに栃木県のブランド蘭、日光五葉蘭を使用したクリームパン。五葉蘭とは漢方処方の自然飼料を使用した栄養価の高い卵のこと。コクと深みのある味わいで、味が濃いと評判らしく、一度食べてみたかったのだ。クリームパンといえばグローブ型を想像するけど、こちらはちょっぴりハイカラなドーム型。ふわふわでとろけそうなほどのブリオッシュ生地と、たっぷり入った滑らかクリームがたまらない。クリームは卵の味がしっかりして、まるで濃厚プリン。小さめサイズも相まって、あっという間に私の中へ消えていってしまった。スコーンは私の大好物で、見かけると必ず注文してしまう。スコーンと一言で言っても、しっとり系、ザクザク系など様々。こちらはザクザクタイプ。イギリス発祥のクリームティー文化の影響で、スコーンは紅茶とセットで楽しむイメージがあるけど、こちらのザクザク食感のスコーンとコーヒーの相性もなかなかグッド。こちらのお店は東京駅中だからアクセス良好。たくさんの美味しそうなパンが揃って出迎えてくれるから、一度立ち寄ってみてはいかがでしょう。紙袋は50円で購入できる。いつもはエコバッグを利用しているけど、今回はデザインが気になり購入してみた。パ
パンを一つずつ包んでいる包み紙は全てイラストが異なるのも楽しい。どれもゴディバが誕生した欧州の趣と日本の街のパン屋としての温かさが融合したゴディパンのテーマを感じられる優しいイラストだ。一番人気のコロネ、ストロベリーとショコラをセレクト。このストロベリーの可愛らしい色味はケーキや菓子パンでは鉄板。いくつか購入するとき必ず一つはストロベリー系のものを選んでしまう。さてコロネはどちら側から食べようか。美味しい部分は最後まで取っておきたいタイプだから尻尾の方から食べたいけど、クリームがこぼれ出しそうだからクリームたっぷりの頭の方からいただくことにしよう。チョコレートカスタードクリームがふんわりながらもとっても濃厚で美味しい。そして中にはダークチョコレートのスティックが1本入っていて大人な味わいに。ストロベリーも同様、ダークチョコレートのスティックが入っていてゴディバの風格を感じさせる。クリームはストロベリーの酸味が感じられる爽やかなホワイトチョコレートカスタードクリーム。あっという間に平らげてしまった。もっとショコラの実、チャンクチョコレートがゴロゴロ入ったカカオの実の形のパンにさらにチョコレートがかけられたチョコレート尽くしのパン。甘さは控えめで上品。ソフトチョコレートケーキ、ゴディバのショコラティエが腕を振るうチョコレートケーキ。ダークチョコレートとミルクチョコレートの両方を感じる生地にアーモンドキャラメリゼでアクセントが加えられて食感も楽しい。コーヒーとよく合います。ショコラティエのカレーパン、ココア生地の帽子をかぶったコロンと丸いパン。チョコのメロンパンかと思いきや実はカレーパン。中にはカカオ分 55% のチョコレートをアクセントに加えたカレーがたっぷり。スパイシーで辛さがあり本格的。カレーの中には小粒のチョコレートも入っていて、そのチョコレートもとても美味しい。さすがゴディバ。我が家のカレーの隠し味でもチョコレートを一かけら入れたことがあったっけ。カレーとチョコってなぜかマッチする不思議な関係。ベルギーチョコレートのクリームパン、クリームパンといえば日本発祥でグローブ型が特徴的。日本の街のパン屋さんで親しまれているクリームパンが忠実に再現されていてなんだか嬉しくなる。カスタードに混ぜ合わせたカカオ分 55% のベルギー産チョコレートの旨味が癖になる味わいだ。東京駅周辺で楽しめるパン屋さん、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ参考にしてみてね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。